鈴木宏尚は、埼玉県所沢市生まれ、日本のクラシック音楽のピアニスト。ヤマハマスタークラスにて8年間、ベラ・ゴルノスタ・エバ・モスクは音楽院教授の指導を受け、日本では数少ないロシアネーガウス流派ピアニズムの継承者。イモラ国際ピアノアカデミー卒。現在名古屋音楽大学客員准教授。クララ・ハスキル国際コンクール。 ブゾーニ国際ピアノコンクール、チャイコフスキー国際コンクール、ロベルト・シューマン国際コンクール、浜松国際ピアノコンクールで入賞。国内外で数々の演奏活動を行う傍ら、現在は更新の指導を主とし、文下からは著名なコンクールの優勝、入賞者を多数輩出。トカチェフスキセザール・フランク国際コンクール審査員。 ドリアードピアノアカデミー招聘教授。国内各地にてマスタークラス教授として招聘され、また公開レッスンや公開セミナーシリーズを多数開催。作曲家、編曲家、ピアニストの鈴木康義は実定。これまでにベーラ・ゴルノスタエバ、ピアトラス・ゲルーシャス、江口文子、川内淳、国谷武の、浦壁真嗣フランコスから、ピエロ・ラッタリーの ジェラール・フレミー、リッカルドリ・サリティ、ボリス・ペトルシャンスキー、アレクセイ・ナセトキンの各紙に指示。2005年には、ウラディ・ミル・アシュケナージのマスタークラスを受講している。大阪公共楽団、ボルサーノ・トレント・ハイドン管弦楽団、東京公共楽団、読売日本公共楽団、群馬公共楽団の各オーケストラと共演した。ピアノは自分の意思で始めたのではなく、 3歳の時コマーシャルに合わせて歌を歌うのが好きであったことから周囲の提案でヤマハ音楽教室に入会した音楽の道に進もうという気持ちが芽生えたのは小学校6年生の時にヤマハマスタークラスに選ばれモスクワ音楽院教授ベラ・ゴルノスタエバとの出会いである8年間の指導を受け日本では数少ないロシアネーガウスリュー派のピアニズム継承者となった 性格は負けず嫌い。小学生の頃から英語の勉強をしており、成績は体育以外は語という秀才であった。また、学生時代はすでに多忙なレッスン、演奏活動のため早退、欠席多数であった。進行があった子中村博子はその双方について、日本一のレガート、日本人ではほとんど聞くことができない、しなやかなフレージングと絶賛した。 その中村が審査委員長を務めた第5回浜松国際ピアノコンクールにおいては本番前の極度の緊張で食欲を失い 7kg の激やせをしながらも栄養ドリンクと点滴でファイナルまで乗り切った中村との思い出を追悼記事として音楽の友市場上で次のように紹介している本当に心を優しく厳しい言葉の裏にはいつも他者への愛があったと特筆しており 下の世代の教育を直接任された一人として、世界に通用する演奏家を育て上げて恩返ししていきたいと強く思う、と記事を締めくくっている。この世で失神するぐらい嫌いなものがゴキブリであり、果敢に戦いを挑むことがあるが、道端に咲く一輪の花も散らすことができないという、優しく繊細な一面を持つ。趣味に関しては、マニアックであり、 格闘技に関しては話をし出したら3日間は語れるほど、もしピアニストにならなかったら格闘技のレフェリーになりたかったとインタビューに答えている。スマホ、電子辞書に関してもマニアであり、スマホに関しては現在8台を所有している。愛車はそのスポーティーな走りへの追求から日産、スカイラインの加速性能世界最速ハイブリッド使用者で各地を 失踪している。その一方、飛行機に関しては恐怖心を持っているが、高高度を飛ぶ、国際線は乱気流による影響が少ないことから、事故に対する恐怖心は国内線より少ないとの見解を持っている。音楽的には、いいモルの曲を好む。ありがとうございます。